皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆史です。今日の雑談はですね、価値観は深掘りではないという、そんな話をしますけども。講師の方から、コーチの方から、価値観深掘りしましょうとか、明確にしましょうとか、いうことはね、言われるにしても、結局のところ、最終的に行動に移せればいいのであって、明確にしなきゃいけないとか、深掘りしなきゃいけないっていうことが、目的というか、目標というか、そういうものではないというふうに私なんかは思うんですけど、結局、ね、なんだかんだ言って、価値観を明確にして、明文化して、で、じゃあ、手帳にボンって書いて、で、報道ができなきゃ全く意味がない、ということではあるんですけど、じゃあ、明確にしなきゃとか、深掘りをしなければ、報道に移せないのかっていう、そこのところが大事なことであって、だから、本来だと、報道しちゃうんであれば、キーワード1個でも、報道できちゃうんでしょうし。で、むしろその一つのキーワードから、何をしなきゃいけないのかっていうのをね、自分の中でどんどん報道に表せるっていうことであれば、特段深掘りする必要なんか私はないと思ってます。そこに時間をかけるぐらいだったら行動した方がいいんじゃないですか、みたいな。だから突き詰めていくというよりは、行動してみて、で、そこで、じゃあ、それはどういうことかっていうことが初めて深掘れる。行動の結果として深掘りというか、深みが増すというか、こういうふうになるんじゃないかなというふうに思うんで。だから、行動する前の計画段階というか、っていうところで、深掘り、なぜなぜなぜとかって言っても、結局のところ、行動するのかしないのかというところに行き着くような気がしますし、で、実際問題、これができさえすれば、別に深掘りなんか必要ないんじゃないか、私なんかは思います。行動できないだったので、いくらでも深掘りして、行動レベルに落とし込めるところまで、深掘りしなきゃいけないんでしょうけど。行動しないから深掘りしなきゃいけない。ちょっとそれって、矛盾とは思いませんけど。ただ、行動すりゃ別にいいんじゃないっていうふうに、ちょっと思っちゃいました。というところですかね。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆史がお送りしました。それでは。